抜きもね、一生のうち一回は地上最強ってのを夢見るんだよ。突然何わけわからないこと言い出してるのよ、たぬきさん。ああ、キツネさんにはこのかっこよさやロマンはわからないだろうね。ああ、なるほど。また漫画に影響されて変なことを言ってるだけなのね。その様子だとどうやら図星のようね。不運だ。僕はキツネさんを差し置いて地上最強になるもんね。私は一向に構わないわよ。絶対元ネタわかっててからかってるよね。それはともかく、タヌキさんみたいな飽き性三日坊主タヌキ汁にうってつけの、もっと簡単に強くなれる方法があるわよ。それバカにしてる？タヌキ汁って煽りなの？でもまあ、話だけなら聞いておこうかな。その方法はズバリ。地上最強生物、クマムシの遺伝子を注入するのよ。何言ってるの？エイプリルフールはもうとっくの前に過ぎたけど。2023年4月、中国の軍事研究チームが、最強生物クマムシの遺伝子を、人間の幹細胞に挿入する遺伝子実験を実行したと、大きな話題になったわ。虚構新聞のニュースか何か？冗談のようなニュースだけど、嘘でもエイプリルフールでもない、本物の記事よ。クマムシがどんな生物なのか、過去動画でも詳しく話しているからそちらも見てほしいんだけど、カンポ動物と呼ばれる、4対8本の足でのそのそ歩く、体長1ミリ程度の小さな生き物で、世界中のありとあらゆる環境に生息している、ごくありふれた微生物であるものの、彼らの持つ能力は、人間の想像をはるかに超える、まさに最強と言えるスペックを持ち合わせているわ。めちゃくちゃ最強生物なんだよね。具体的には100度の高温から、マイナス273度のほぼ絶対0度の気温に耐え、真空から7万5000気圧の高圧、高い線量の放射線や殺菌用 UV ライトにも耐え、体重の 85% を占める水分を 3% まで減らしても復活する超怪物級の能力の持ち主。そのあまりの強さから、様々な耐久テストなどに用いられ、過去には宇宙に打ち上げられたり、銃弾の速度で発射されたりと研究者のおもちゃ、人類に英知を授ける重要な生物として、日夜研究が続けられているわ。今おもちゃって聞こえたような。クマムシの強さの理由については、まだまだ謎に包まれているんだけど、その能力が人間に備わったら、一体どうなると思うかしら？リアルテラフォーマーズ現象が起きるのでは？中国の軍事医学研究者チームはクマムシの遺伝子を、人間の幹細胞と呼ばれる、体内で新しい細胞を生み出し続ける、重要な細胞に注入することで、実際に放射性に対する耐性を、大幅に増加できたと報告しているのよ。マジで成功してるの？その内容に、火星に放たれて進化したゴキブリと、生き物の特殊能力を手術で身につけた人類が戦う漫画、テラフォーマーズの展開に酷似していると大きな話題になったわ。ただ、他の生物の遺伝子を組み込むというのは相当難しく、リスクが伴うもので、全く違う生き物の遺伝子同士が組み合わさることで、幹細胞が死滅したり、有害な突然変異が起きることも、研究チームは、リスクを把握しながら実験を行ったところ、クリプトビオシスと呼ばれる、クマムシを最強たらしめるタンパク質が正常に機能し、細胞が死滅するどころか、むしろ細胞の増殖が増進されている様子を確認したわ。こんなにトントン拍子に進むとは、逆に怖い。その後、実験室で、人間の幹細胞に致死量の X 線を照射したところ、なんと、約 90% もの幹細胞が生き延びたという驚きの結果が得られたのよ。ひょえ！実験の成功を受け、研究チームは、これらの調査結果に基づいて、研究は次の段階に進みます。と述べ、クマムシの遺伝子を組み込んだ幹細胞を、赤血球や白血球などの血液細胞への変換という、さらなる人類のクマムシ化を目指しているわ。血液細胞に変換できたらどうなるの？普通の人間が高い線量の放射線を一気に浴びてしまうと、細胞が正常な機能を失い、連鎖的に、臓器や組織の障害が生じる急性放射線症候群を引き起こすため、原子力事故や核兵器テロなどに対応する際、クマムシ遺伝子を組み込んでいれば、そんな問題にも軽症で対応できる、スーパーソルジャーが誕生するかもしれないのよ。近未来的な話がもうすぐそこまで。クマムシの最強遺伝子によって、他にも、癌や老化など細胞由来の多くの病気を克服できる可能性を秘めていて。クマムシの遺伝子は、人間にさらなる利益をもたらす可能性があります。と、研究チームは、将来の可能性について述べているものの。今後企業からの資本が入ってさらなる研究が行われた場合、
社会に悪影響を及ぼす可能性があります。と、この研究のリスクについて、海外の新聞社に匿名の科学者から指摘が入っているわ。まあ実験で可能性が広がるのはいいけど、新調査も忘れないでほしいよね。それじゃあ次も、世間を騒がせたニュースで。2023年4月3日、千葉県の房総半島の海岸で30頭余りの打ち上げられたイルカが発見されたわ。え？イルカさん大丈夫なの？千葉県一宮市からいすみ市にかけての海岸では、3日、32頭のイルカが打ち上げられ、そのうち2頭が死亡し、残るイルカは沖合に返されたものの、この海岸では翌日、4日も、朝から夕方にかけて7頭のイルカが打ち上げられ、そのイルカたちも、後に死亡が確認されてしまったわ。そんな。死亡していたイルカのうち6頭は、国立科学博物館の研究グループが回収。海の哺乳類の生態に詳しい研究グループ主幹の田島先生によると、解剖して原因を解明したい。明らかに内臓に病気がある場合を除けば、結果が出るまでに、3ヶ月はかかると思う。過去の事例では暖かい海域を好む生物が、冷たい海域に入って低体温症のようになり、弱って打ち上げられるケースがあったが、今回も同じかはまだわからず、解明していきたい。これってもしかして、地震とか天変地異の予兆なのでは？ SNS では、そういった憶測も相次いで、今でも、生き物の大規模な漂着が起きるたびに、生き物たちは、人間が感知できないような何かを感じ取っているのではないか、巨大地震などが起きる前触れじゃないか、などのプチパニックが広がるわ。以前、ナマズと地震の関係についての動画をアップしたんだけど、この迷信は江戸時代、1855年に起きた安政の大地震に由来しており、夜行性のナマズが、昼から大量に騒いでいたという異常記録があることから噂が広まったものの、海に囲まれた日本では、クジラだけでも、年間300頭の漂着が確認されており、地震大国でもあり、2022年だけでも、震度1以上は1964回、震度4以上は51回観測されており、1週間ぐらい遡れば簡単に、震源近くで生き物の漂着記録が確認されるため、学術的に、生き物の漂着と地震の因果関係は認められない迷信と断定されているわ。あくまでも偶然に過ぎないと。今回のイルカも、そうした自然災害の予兆ではなく、何かしらのトラブルが起きて弱ったまま打ち上げられたか、トラブルで漂着したか。国立科学博物館の研究チームが3頭を解剖し、6日に発表した声明によると、うち2頭が妊娠中で、1頭に重篤な肺炎の症状が見つかっていることから、衰弱した妊娠中のイルカを群れで守ろうとして集団で追いかけた結果、浅瀬に流されて亡くなってしまったのではないかと発表したわ。仲間思いの行動で亡くなってしまうなんて悲しいよ。漂着したイルカはカズハゴンドウという体長3メートルほどの生き物で、暖かい海域に生息し、この時期に出産期を迎えるわ。国立科学博物館で把握している集団の漂着事例は過去に5回確認されていて、今回は2015年に茨城県の海岸で150頭が打ち上げられて以来のことだったわ。う、早く助けていれば救えていたのかな。漂着が確認されてから海岸に弱って打ち上げられ漂うイルカを目撃したサーファーたちが手で押して沖に戻そうとしていたんだけど、まだ生きているとはいえ、弱った海生哺乳類を海に戻しても生き残れる可能性は低いわ。え、そうなの？肺呼吸の彼らは、弱って息も大体の状態だと海に戻されると溺れ死ぬリスクがあり、仰向けになったまま体勢を戻せず、逆に息の根を止めてしまうこともあるのよ。あ。また、同じ哺乳動物のため、迂闊に触ると、病気のイルカやクジラから感染症をもらう危険があったり、沖に戻って再漂着した際に、人が近寄れない岩礁に打ち上げられることもあるわ。漂着した生き物の処理は、その場所を管理する自治体が請け負うことになるんだけど、そうなると処理費用がかさんだり、研究や調査に使うことが難しくなることも。もちろん、苦しんでいる生き物を何とかしたいという優しい気持ちは大切にしてほしいから、発見したらすぐ自治体に連絡するなどして、専門家の意見を仰ぐのが大事だと思うわ。今回は、サーファーからの通報もたくさんあり、救われた命もあったそうよ。行動するなら即通報が大事なんだね。それじゃあ次は、気分を変えて明るいニュースの前に。タヌキさん今お腹空いてたりしないかしら？え、なんか食べ物用意してたりするの？巨大なミートボール用意したから好きなだけ食べていいわよ。え、顔ぐらいのサイズあるじゃん。
人生で一度これぐらい大きなミートボール食べてみたかったんだよね。それじゃあいただきまーって、この流れ絶対ヤバいお肉使ってるパターンじゃん。全然ヤバいものじゃないわよ。なんなら大昔から食べられてるれっきとした生き物のお肉。マンモス肉でできた 400g の巨大ミートボールなのよ。なんだって。マンモスといえば知らない人はいない。原生するゾウに近い祖先の一種で、約500から400万年前に地球に誕生し、ユーラシア大陸、アフリカ大陸などに広く分布し、かつての人類はマンモスを狩って食用にしたり、牙や骨、毛皮を利用したり、フランスの壁画にはマンモスと思わしき動物が描かれている。人類の歴史と密接な関係があるほど。成獣は鼻を含め体長5から6メートル、体重は牙を合わせて5トンほどの巨体で、人間たちは1頭狩れば集団生活でも1ヶ月は食料に困らなかったと言われているわ。僕知ってるよ。昔の人はこんなマンモス肉を食べてたんだよね。それはマンモス肉というかマンガ肉じゃないかしら。でも漫画やアニメでもこうしたデフォルメ表現されて登場するぐらい、昔の人たちはマンモスを狩って食べていたという印象が強い生き物でもあるからね。でもなんでマンモスのミートボールがここにあるの？絶滅したんじゃ。そうね、マンモスは約1万年前に絶滅したと言われていて、その原因は諸説あるものの、人間によって狩り尽くされたという説や、気候変動に伴う生息地の環境変化によって気温が上昇し食べ物がなくなったとも。絶滅動物を象徴する存在として昔から注目度の高いマンモスに対して、近年でもゾウを遺伝子操作して復活させようとするプロジェクトに資金が集まっているんだけど、残された DNA が断片的であることから同じ姿のままの復活は難航しているわ。ふむふむ。しかし2005年頃から培養肉と呼ばれる、動物丸々ではなく体の一部から細胞を拝借してそれを培養して増やして再形成した動物の命を奪わずにお肉を食べられる新技術に注目が集まったことで、2020年以降急速に世界中でベンチャー企業が研究に乗り出し、その研究の一環としてマンモスの DNA 情報を使って培養した巨大なミートボール、マンモス肉のミートボールがここに誕生したというわけよ。詳しくは培養肉について解説している過去動画もぜひ見てほしいわね。絶滅から復活したと思ったらミートボールになってるマンモスに同情しそう。でもまあマンモス肉なんて食べられる機会めったにないだろうし、せっかくだし食べちゃおうかな。いただきます。ちなみに食べられるか安全性は確認されてないわよ。ちょっと、なんてもの食べさせるの。これは2023年3月オーストラリアに拠点を置く培養肉の企業 VOW の研究チームが、マンモスやアフリカゾウの遺伝子配列をもとに羊の細胞を用いて作ったもので、マンモスが気候変動によって絶滅したことになぞらえて、共同創業者の一人は、大規模農業や食習慣を変えなければ同様の運命に直面することになると、今の地球に差し迫った気候変動問題を訴えるメッセージとして制作されたもの。アムステルダムの科学館で公開されたものだから、あくまでも食用じゃなくて展示用なのよ。ちなみに肝心のマンモスの味は禁煙種のゾウに似ていたと思われるんだけど、ゾウも別に美味しいわけではなく、すごく大味で筋だらけで肉も硬く、品種改良され続けた家畜の美味しさには到底かなわないようね。それじゃあ最後はワクワクするユーマのツチノコのニュースで締めましょうか。お、なになに。岐阜県東白川村で2023年5月3日にコロナ禍の影響で中止になっていたツチノコフェスタが、この度なんと4年ぶりに開催されることが決定したのよ。やった。で、ツチノコフェスタって一体何なの。そのフェスについて解説する前に、せっかくだしツチノコについて改めて紹介すると、日本に生息すると言い伝えられている寸胴の蛇のような姿をした未確認生物で、膨れた体、素早い動き、2メートル以上の跳躍力を持つ、チーという鳴き声を上げる、尻尾をくわえて転がる、日本酒や味噌が好き、いびきをかくなどなど、本当か嘘かわからない噂がたくさんあるんだけど、古くは縄文時代の土器や江戸時代中期に編纂された百科事典馬漢三才図絵にも、野槌蛇という名前で登場する、日本の歴史にも馴染み深い存在でもあるわ。そんなに昔から知られてたんだ。詳しくはツチノコを紹介している過去動画でも解説しているんだけど、目撃例の多い地域では懸賞金がかけられたり、町おこしの一環で創作イベントが開催され、
今回フェスが開催される岐阜県東白川村は全国有数の目撃多発地帯と言われており、村制100周年にあたる1989年から毎年開催され、捕獲されなかった年は1万円がキャリーオーバーされ、今回は第31回としてツチノコを発見すると賞金131万円がもらえるのよ。100万円以上ももらえるの？参加は事前申し込み制で、大人小学生以下どちらも1名あたり1500円かかるんだけど、捜索だけでなく特産品が当たる抽選券、資料館入場無料券、宝探し参加券などなど、フェスらしくいろんな施設やイベントを楽しめる購入特典もついているから、ぜひ家族連れの人たちもゴールデンウィークの思い出作りに参加してほしいわね。僕も今から参加申し込みしてきます。あらあら、賞金の話ですっかり目の色変わっちゃったわね。さて、私も準備して伝説のツチノコを発見しちゃおうかしらね。